じゃあすいません、なんだろう、公開コンサル、はい、なんかちょっとぐったりですね。いやー、ぐったりですか？すごい圧巻でした。はい、よかったです。すごいですね。なんかこれ有料コンテンツレベルですね。まあそうですね。いりますか？コンテンツのね、バリュー価値としては本当に数十万ぐらいの価値があるんじゃないかな、正直思います。YouTube で小出して見てもらえばいいけどね。はい。まとめてバーっとなって見てもらえばいいね。ちょっとなんかつけて、そうですね。なんかいりますか？パネル作ってもらって、でもそれで役立てばね、逆にまたいいですよね。で、まあちょっとこの話もまとめに入りたいんですけど、今日は長時間ありがとうございました。クリックパネルとは何ぞやみたいなことをね、視聴者の方も分かったかなっていうふうに思うんですけど、なんか今後のクリックパネルの展開と告知か、告知というか、なんかそういう情報があれば、最後、一言ちょっと言ってもらって、そうですね、僕はまず自分のクリックパネルに対しての愛情というか、それがすごくあるので、クリックパネルって、もちろん英語のソフトウェアで、なかなかね、日本人だけじゃなくて、例えばヨーロッパのドイツだとか、そういった国もちょっと聞いたことがあって、クリックパネルって英語だから、ドイツ人とかも英語見た瞬間に言えらしいんですよ。日本人もね、同じような拒否反応を示して、英語の瞬間に読みもしないで嫌だって、ちょっとだけ読んでくださいよって、読めば分かる単語ですよって言っても、いや、英語は無理ですとかっていう人が多いんで、だからやっぱり日本語化したいと、日本にローカライズしたいと、そういったことを今、計画していて、ただし、一筋縄ではなかなかいかないというのは、やっぱりどの国でもそれは望んでるはずなんですよ。アクティブユーザーが全世界にいますから。ということは、それでもまだ英語版しかないってことは、やっぱりクリックパネル自体もそれなりの何かポリシーというか、そういったものがあるはずです。ので、かなりそのクリックパネルの、いわゆるコーファウンダーのラッセル・ブランソンの近くに行かなければ、なかなかそれは実現されない。それをやるためには、僕自身の売り上げを上げていかなきゃいけない。近くに行くためですね。それで彼のもっと近いコミュニティに入ってくる、それを達成しなきゃいけないので、そのためにね、自分でセールスファンを作って、それで販売をしているんですけども、なので、僕の一番の目的はクリックパネルを日本語化したい、そのために毎日頑張ってます。その辺に共感していただける人はですね、僕のオンラインコースのチャレンジプログラムにですね、参加していただければ、そこからクリックパネルを使い始める準備をできますね。ちなみに、大体どれぐらい勉強すると、英語に馴染んだとすれば、どれぐらいの時間勉強すると、例えば何かの勉強でも大体100時間くらい勉強すると、基礎が分かるとか、1000時間とかあるじゃないですか、何時間くらい勉強すると使いこなせるんですか？いや、使いこなせるかこなせないかで言えば、もう今、なんだったら Google 翻訳してしまって、で、使えばいいと思うんですけど、なんか噂によると、英語さえ分かれば、すごくなんか簡単だっていう。めちゃくちゃ簡単ですよ。めちゃくちゃ簡単なんだっていうぐらい簡単だ。そうです。使いやすくて、ワードプレスなんかも全然簡単です。僕もパネルをですね、作るときに作るスタッフもいるんですよ。僕が指示してこういうふうにしておいてっていう人。そういう人たちからすると、こんな簡単なシステムがあったんですねっていうぐらいのシステムです。ただそれが英語ってだけで。皆さんよく日本語でペライチだとかね、ワードプレス使いますけど。それから比べると、もうこんだけの機能があって、こんなに簡単にシンプルにできるんだって、自分の制作するような方々からすると、そういうふうに言ってます。じゃあ今、やっぱり取り組んでおくと、結構まだまだこうやってる人も少ないし、ちょっとこうビジネスで突き抜けていくチャンスも。チャンスは絶対得られますね。だからじゃあやりたくなった。ちょっとやりたくなりました。読むぐらいならできるんで。そうかそうか。すみません、長時間にわたって今日はありがとうございました。じゃあまたねー。